ヒュー・マイケル・ジャックマンは、オーストラリア出身の俳優、映画プロデューサー。身長188センチメートル。オーストラリアニューサウスウェールズ州の州都であるシドニーで、5人兄弟の末っ子として生まれる。両親は共にイングランドの出身で、父親のクリスは、ケンブリッジ大学の会計学士を持つ会計士。ヒューが8歳の時に、両親は離婚。 母親のグレース・グリーンウッドは娘二人を連れて英国に戻り、彼は兄弟と共に父の元に残った。母は再婚相手との間に娘を産んでおり、ジャックマンにとってイフ妹となる。地元アールンガの男子高校ノックスグラマースクールで生徒会長を務めた後、シドニー工科大学でコミュニケーション学士を取得。大学在学中に卒業認定単位を 取得するために、たまたま履修した演劇クラスで演劇の面白さに、目覚め俳優を志すことになった。親戚の遺産が入ったことで彼はさらに演技を学ぶ、ためエディスコーワン大学の西オーストラリア演劇学校に、進学、1994年に26歳で、卒業した。俳優としてブレークする前の1987年には、 イギリスの寄宿生私立学校アッピンガムスクールで体育の補助教員として働いていた。アースキン・ビル・キングス、ペーパーバック・ヒーローなどの映画に出演しつつ、ロー・オブ・ザ・ランド、ブルー・ヒーリーズなどのテレビドラマにも出演するというものだった。1996年のザ・マグレガー・サガというドラマでは、ダンカン・ジョーンズという役でそのシーズンのレギュラー出演者となった。また、 ミュージカル、美女と野獣、サンセット大通りなどに出演し人気を博した。メルボルンで上演されたキャロルス・バイ・キャンドルライト、シドニーのキャロルス・イン・ザ・ドメインでは主役を務めた。最初に外国で知られるようになったのは、1998年にイギリスの王立劇場での舞台、オクラホマで、で主役カールを演じたことに始まる。この演技は、 ローレンス・オリビエ賞にノミネートされ、テレビ用に録画された DVD がリリースされた。2003年、ミッション、インポッシブル2の撮影が2ヶ月延長され、疲れきっていたダグレー・スコットに代わり、X メンの主役ウルバリン役に抜擢された。ブライアン・シンガー監督は最初は、ラッセル・クロウに、ウルバリン役をオファーしていたが、クロウが、グラディエーターをやったばかりという理由で断り、その際に、 同郷のジャックマンを推薦していたという経緯があった。X-Men の原作出版社であるマーベルコミックによると、ジャックマンの身長は原作のウルバリンよりも背が高いため、撮影ではバストショットをメインに使うなどのテクニックを駆使し、彼を実際の身長よりも低く見せることが必要とされた。X-Men は公開と同時に大ヒットとなり、ジャックマンはスターダムを駆け上がった。 後に制作された続編でも彼は主役を演じた。ウルバリンを演じるにあたり、ボディトレーニングを必要とし、メンズヘルス氏によると、彼は、撮影が終わった時には、ベンチプレス 140kg、レッグプレス 480kg を持ち上げられるほどになっていた。2004年にジャックマンは、オーストラリア人作曲者兼俳優のピーター・アーレンの、 生涯を描いたブロードウェイミュージカルザ・ボーイ・フロム・オーズでトニー賞ミュージカル主演男優賞を受賞。彼の卓越したパフォーマンスは多くの賞賛とともに2004年2005年度同賞の主役となった。また第58回トニー賞の司会を務めエミー賞のインディビジュアルパフォーマンスを受賞した。2006年2007年10月から CBS にてテレビドラマ ビバラクランのプロデュースを行うが、わずか2回の放送で打ち切られてしまった。これは2006年に放送された ABC のエミリーの恋愛バイブルに次ぐ最速記録でもある。2008年のピープル氏の最もセクシーな男に選出された。2009年に第81回アカデミー賞の司会を務めた。同年4月21日にハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれた。 2011年2012年には同名のミュージカルを映画化したレ・ミゼラブルに主人公のジャンバルジャン役で出演した。本作品でゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞しアカデミー賞主演男優賞にもノミネートされた。同映画のプレミアではトム・フーパー監督、キャメロン・マッキントッシュ、アン・ハッサウェイ、アマンダ・サイフリットらと共に来日も果たした。2013年、 サンセバスティアン国際映画祭でドノスティア賞を受賞した。2014年にはトヨタ・クラウンの CM に起用され、あの素晴らしい愛をもう一度奇跡の英語版を歌っている。2015年2015年にマルコ・ポーロとして登場している。2017年2017年にローガン・ローガンに出演し、自身最後となるウルバリン役を演じた。 2018年にはグレーテストショーマンにてグラミー賞サウンドトラックアルバム賞を受賞ゴールデングローブ賞映画部門主演団優勝にノミネートされたジャックマンにとって初めてのテレビの仕事だったこれりでオーストラリア人女優デボラディ・ファーネスと出会い1996年4月に結婚このストーリーは険悪な囚人がカウンセラーに恋するというものだった ジャックマン夫婦は二度の流産を経験しており、現在は幼児のオスカー・マクシミランとアバエリオットと共にニューヨークに暮らす。ジャックマンは自身がデザインした婚約指輪をデブラに送り、そこにはサンスクリット語でオム・パレマー・メイ・ニマールと刻まれており、翻訳すると私たちはこの絆を偉大なる原点に捧げるとなる。2005年に長年のアシスタントであったジョン・パレルモともに、 映画制作会社シードプロダクションズに参加。同プロダクションの諸女作は2007年公開のビバラクラン。妻デブラも同プロダクションに参加している。オンライン掲示板 n n d v によるとジャックマンは非常に視力が悪くコンタクトレンズをつけていなければメニューすら6に読めないと言う。左利きでピアノ、ギター、バイオリンを演奏する。寿司が大好物。 5個のボールをジャグリングすることができる。非常な犬猿家で、私生活のみならず劇中でもタバコを吸うことを拒んでいる。X メンシリーズではハマキをしばしば吸っているシーンがあるが、これは自身が演じるウルバリンのキャラクターに合わせて演技の時のみ吸っている。ナショナルラグビーリーグマンディ、ー、バリンガシーイーグルスのサポーター。ユーモアにあふれ、紳士的な性格である。 食わず嫌いを決定戦に出演した際に、アカデミー賞で階段で転んだジェニファー・ローレンスを、いち早く助けたことを、石橋貴明に称えられ、あなただってあの場所にいたら助けていますよ。と答えた後に、彼女は僕にトロフィーを取られたくないから、すぐに立ち上がったよと笑いを取った。また、出演時に自ら子供の話をしており、息子と富士山に登ったエピソードや、嘘を見抜くために、 子供たちを叱る際に、パパは嘘をつく仕事をしているんだ。1日中何かを演じているから、目を見たら嘘がわかるんだということを語っていた。また共演者に食べ物を分けてあげたり、共演者の食べ物をもらったりしていた。しかし、番組では本人が思わず本音を話してしまい、一回戦で負けてしまった。彼の父は英国軍のボクシングチャンピオンであった。 リアルスティール撮影の際に、ジャックマンがシュガーレー・レナードに指導を受けた際に父にそのことを話したところ、今まで見たこともないくらい興奮したとジャックマンがメイキングで語っている。2019年2017年、鼻にできた皮膚岩を除去し、80針を塗ったが、クレーテストショーマンに出演。命に関わる可能性があるにも関わらず歌ってしまっていたと語られた。 モニター。エンターテイメントウィークリーピー 23? インターネットムービーデータベース。ヒュー・ジャックマン。ヒュー・ジャックマン。取材記者が、昔の教え子だったことに気づくムービーウォーカー2013年10月7日。ハットイナフロープウィーズ。アンドリュー・デントン・ハット。ヒュー・ジャックマン。皮膚がん摘出後も、医師のストップ振り切り熱唱。グレーテストショーマン。フロムナウオンビハインドストーリー映像。 映画ランドニュース、https コロンスラッシュスラッシュ eigaland.com スラッシュトピックススラッシュ。E、p=70772019 年12月25日、閲覧。レオ様、ハリソン・フォードラ大物俳優の日本 CM。日刊スポーツ。 http://www.nikkansports.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ1628767 html2016 年4月11日閲覧ありがとうございます。